れあの契約するときはあのディストリビター契約っていうのが大体結ぶ、何種類かのディストリビターがあるんですけども、例えばボックスムーバーと言われているディストリビターがあるんですよ。ボックスムーバーっていうのは要するに運送業者プラスアルファの会社、要するに倉庫を持って品物を貯めてオーダーがあればシッピングしますよ。これは付加価値を何も足さずにいわゆるロジスティックなサービスを一生懸命やってますよ。僕らはボックスムーバーだって扱われたこと一回もありません。導入時のコンサルからですね、それから設計支援、それから構築支援、それから入れた後のサポート、それから保守メンテナンスまで含めてエンジニアがずっと関わります。固定費が高いんです。当たり前ですけどエンジニアが抱えてますから。こっちはボックスムーバーですからあまり人かからないんですね。ロジスティックサービスですから。その代わり倉庫だとかそれから在庫による資金負担とかそういうものが必要になってくるんですね。僕らはそういうものは在庫だとかそれから資金負担をするってことはしないんだけども、もともとの製品に対してバリューアップして売っていくというタイプのビジネススタイルなんですよ。ターゲットに掲げる顧客ですね、先進的な、まあ、まだマーケットでよく認知されてないようなソリューションだとか製品を提供していきますので、そういうものを持っていって話聞いてくれる方がいる会社というと、どうしてもあのキャリアさんとかですね、それから e コマースやってらっしゃるお客さんだとか、それから自治体さんのところとか大学のところとか IT 先進企業と言われているところの顧客になってしまうんですよね。普通のですねあの企業さんですと、あの実はそこまで のニーズがあんまない。彼らが持っているコアのコンテテンシーっていうのはいいものを作る、安く作る、品質の高いものを作る、それを全世界に供給する。その会社にとってはコンピューターを上手に使いこなすことがですね、本来の会社のコンペテンシーじゃないんですよ。やっぱ新しいテクノロジーを追いかける、新しいものを作るってことが最も重要なことで、マーケットを開拓していくとか。だから IT っていうのはそういう人にとっては必要不可欠なものじゃなかったんですよ。あくまでコストを下げるとか、その事務系の生産性を上げるとかいうバックヤードの改善のために使ったのがコンピューター。IT にはできるだけお金使いたくないと。できるだけ生産性が上がればいい。だからある時にはそれは全部外注してましたよね。例えば電算部門を切り離して自分の組織の中から人もろとも売っちゃうところもありましたよね。今でもですね、やっぱり IT っていうのは一般企業に関してはそれほどですね、自分たちのもう最大のコアのコンペテンシーの一つだと認識されている方は、まあ、多くないですね。今やっと変わってきたところですね。ビッグデータって言われて、どうもやばいなと。マーケティングの仕様に関しても、もっとたくさんデータ集めてきて、もっと分析してですね、で、いろんなことを対応しないと、企業戦略者はまずいんじゃないかと。IT というのは重要になってきてるんですけども、その中でももっと尖った人たちというのは、この IT 先進企業、まあ、我々は今のところ、もっかのターゲット。で、次のターゲットは、こちらになってくるんですね。こちらが IT 先進化してくると、我々がいろんな提案したときにお話を聞いてもらえると。あのいわゆる IT 先進企業さんにも、やっぱ IT そのもので差別化したいんだ。我々はそこに対しても、こういうのが次に出てくるとこんな風に変わりますよと。で、認証の仕組みはこうなっていくんじゃないですかとかね。で、なんかクラウドになったらこんな風になりませんかとかね。ストレージの値段もこんな下がっちゃいますけど大変ですよとかですね。だからこれどうですかってね。それはやっぱあのお互いそういうことは向こうから言われますし、彼らもよく勉強してますから。だからそこで売り込みがこう、売り込みのシチュエーションが出てくるんですよね。対話ができるというか、まあ、会話が成り立つ。